で、そろそろ宿題を考えようかな。今は宿題やったんですけど、宿題を考えたいと思います。ちょっと持ってきます。持ってきました。はい、ということでね、ツアーよろしくお願いします。頑張ります、頑張ります。ということでですね、宿題を終えたので、宿題だけ考えようってことなんですけど、まだ来週、今日金曜日だからですね、金曜日だから分かんないんですよ、来週のメンバーに宿題って感じなんですけど、どうしよう、誰か分かんないから目きれい、ありがとうございます なんですけど、もう誰か分かんないと難しいですよね。とりあえず来週のメンバーへと書きます。来週のメンバーなんか左利きあるあるなんですけど、にじんでしまう 何がいいですかね。なんか難しいよね、メンバーわからないと予想して 確かにツアーの意気込みとかね、なんか夏絡めたの結構いいかもしれない。フランコ好き、ありがとうございます。あ、夏の思い出とかね、確かに夏やりたいこと、いいですね。じゃあそういう系にしますか。油性ペンじゃないです 夏の思い出にします？それとも夏やりたいこと？好きな花火 それは難しい。何がいいかな。髪の毛きれい、ありがとうございます。でも湿気で巻いてたんですけど、今日前もあったので、取れました じゃあ夏やりたいこと、思い出どっちも多いな。夏やりたいこと、夏やりたいことの方が多そうなので、選します。夏にやりたい、にじんじゃった行動感じで書いてしまった。はい、ということで来週の決まりました。来週のメンバーへ、夏にやりたいことは寺田よりです。寺田より、イエーイ、よいしょ。何でしょうか、誰になるのかな。じゃあ宿題いく はい、早い、まあ、こういうのはね、先にやるべき。そうだはい、ね、会議のこともいいよ、いいよ、こっちよ。なんだっけ、来週のメンバー、夏にやりたいことは？ランジェさんより、ランジェさんより、嬉しいね。あ、これか。あ、これじゃない。来週は違う。待って、夏にやりたいこと？ユナはね、ユナはね、夏にやりたいことはね、なんだろうな、バーベキュいいー。ね。バーベキューして、花火して、海行きたい。あ、いいねねえ、やろうよ。ね、今さ、そこちょうど外出たところがすっごいいい感じの温度でさ、もう。わからねえ、青春ってよく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 やるしかねえ。